切り込みが浅い足の踏み込みそうそのまま <laughs> 今日はここまでにしようか最初と比べたらだいぶ良くなったな初めの頃は演技臭かったが今のお前の盾はもはや本物の武者に近いもちろんこれは素直な褒め言葉だ素直に受け取ってもらいたい前も言ったが 盾とは演技であると同時に見せる武道だ故にキレと力強さとリアリティが必要になる舞台で見せる模擬刀を使った偽物の戦だが本物の殺気が必要となるそれを今日のお前には感じられた演技だと分かっていてもちょっと冷や汗をかいたさ女の子に向けていい目ではなかったしななんだ恥ずかしいのか かわい,いやつめ。でも安心してくれていい私の方がお前より断然強いもしこれが本物の戦場であれば首をはねられていたな私の裁き見えなかったかならまだまだだもっと鍛錬が必要だな演技でしかない盾に本気で取り組む私の姿勢 チャンバラ遊びが好きな中二病みたいだとバカにする人をまれに見かけるが私からしたらまだ甘い観察力だな中二病みたいではなく私は今もなお中二病なのだよだってほらかっこいいだろ刀を見て高揚感を覚えるのはもはや日本人の DNA に刻まれた何かだろその何かをたどる感覚を一度知ればそれを忘れて生きることはできないよ ちなみになんだがそもそも私は侍オタクでね奥に置いてあるこれこの甲冑最近買ったんだヤフオクで10万で買った新中古ビンテージ加工された一品物だ甲冑に書かれている家紋と兜は私が考えてリメイクしたどうだかっこいいだろうやっぱりいいよな甲冑は一家に一着いや 一人一着は絶対に揃えるべきださすがに置き場所に困るか今度うちに来た時に私の模擬刀を一本やろう鞘を抜くと心を燃やせって叫んでくれる炎の効果音付きの日本刀きっとお前も気に入るぞ冗談は置いといて来週の合宿お前も来るよな来月末から始まる新しい脚本での上映 それの教科合宿にお前の名前がなかったんだが書き忘れか好きな人とその彼氏が参加してるから行きたくないあ好きな人がいたこと自体初耳だし失恋してたなんてことも気づかなかったんだがまあいいだろうそんなことよりもだなぜ私に相談してくれなかったんだ 私はお前のことをマナ弟子くらいには思っていたし一人の男として認めていたのだがそれは私の勘違いだったのか私たちの信頼関係はその程度だったのか <laughs> なんてなそんな顔してほしくて責めたわけじゃないむしろただでさえメンタルが得られているお前に強い口調で責めた私が悪かった 私が悪いだからちゃんと私自らの手でお前の未練を断ち切ってやろう力づくでな <laughs> 私はお前のことが好きださっきも言ったがお前を男として見ているきっかけはやはり私を痴漢から助けてくれた時だろうたまたまお互いが同じ電車に乗っていて痴漢されている女の子が 私だと知らずに助けてくれたあの時だろうな正直この私が恐怖で声が出せないなんて思わなかったそれほどまでに恐怖をあの時に感じた素直に怖かったそんな私を助けてくれたのだからお前を好きになるなって方が無理な話だろ <laughs> 自分より弱い男に体を許す気はないが 古時上等ー,ーだった私がこうも簡単に落とされるとは思っていなかったよ私はね生まれて初めて恋に落ちたんだよくちまたでは初恋は叶わないものだと言うが私は絶対にそんなことは許さない何が何でもお前を手に入れる武士道精神に反する卑怯な手を使ってでもな例えばこうやって。 強調された部位をくっつけてみたりスズムシみたいに声色で相手を魅了してみたり匂いをわざとかがせてみたりな汗臭いかいやどちらかといったら甘い香りがするだろう鋼を打ち刀身を作るみたいに私の体も鍛えているのだからそんなはずはない ボディクリームと少しのオイルで体を清め香水を数滴垂らすそして体の内からは健康的なメスにしか出せない魅惑のフェロモン私との稽古中に鼻をクンクンさせてるお前には効果てきめんだろう。もしお前がこれ以上欲するなら私を受け入れろ私だけを見ろ そしたらお前の望みを叶えてやろう早く答えないと私から食っちまうぞなあ、狼オ君